にちは。今日は上京を目指す地方就活生に大人気と噂の7泊8日無料宿泊ができる就活サービスがあると聞いたので、そのサービスって一体どういうものなのかっていうのと、本当にいいサービスなのかっていうのを徹底調査していきたいと思います。早速そのシェアハウスに来たので調査をしていきたいと思います。レッツゴー。まずちょっとここですね、部屋なんですけど、思ったよりめっちゃ広いですよ。冷蔵庫もあるし、なんか布団もふかふかそうだし、しかもなんかその一人で作業できるスペースもあるし、洗濯物も干せるし、最高じゃないですか。これ一人にしたらなんか広すぎる気もしますけどね。で、しかも無料でしょ？無料ですよ。ここに洗濯機か。あ、乾燥機もついてますよ。めっちゃ便利。ここにもう一個お部屋があって、作りは一緒ですけど、どこもめっちゃ綺麗です。共有スペースというかキッチンですね。キッチンもめっちゃ綺麗ですよ。だって、IH ですよ、IH。本当だ。IH だし、一人でご飯食べるの嫌だな、みたいな人が、なんかここで、中でできた友達とかとも一緒に食べれるので、めっちゃいいと思います。はい、じゃあ続いては意外と気になるトイレ、見ていきたいと思います。すごい、綺麗。とても綺麗ですよ、トイレも。トイレが綺麗って意外と大事ですよね。じゃあ次早速、お風呂も見ていきましょうね。全然、しかもここめっちゃ広くないですか、ここ。あ、ほんとだ。広いですよね。ね。十分な大きさ。うん。はい、じゃあ次は2階を見てみたいと思います。1階は大体作りは一緒な感じですね。大人数でシェアハウスって聞いてたので、プライベート大丈夫かなと思ったんですけど、1階がちゃんと区切られてて、鍵みたいなのもついてるんですよね。その1人で過ごしたいなーみたいな人にもめっちゃいいところなんじゃないかなと思いました。いろいろお部屋見てきたんですけど、私的にはめっちゃいいなと思ったんですけど、過去に参加した人が本当になんかいいサービスだと思ったのかっていう、その先輩たちの意見みたいなのをちょっとツイッターで実態調査したいと思います。何で検索してみてるの？上活でハッシュタグで今見てます、いろいろ。東京から帰ってきて1週間経つけど、上活参加してよかった。無料で宿泊できて最高の出会いができ、大切なことを学べた。感謝しかないです。やっぱ無料ってね、いいですよね。学生にとったら結構大きい。大きいですよ。だってこっちに来て面接とかするしたりとか、ご褒美したりするのにめっちゃお金かかるじゃないですか、交通とか。うん、それ無料やってくれるってめちゃめちゃありがたいですよね。うん、上活で出会った友達は本当数日前に初めて知り合ったのに、はるか昔からの知り合いのような感覚だった。就活中東京で会えるといいな。素敵。Twitter で今いろいろ調査したんですけど、次は実際に参加した先輩の声を聞けるということなので、実際に参加した23と22の先輩に話を聞いていきたいと思います。行ってきまーす。実際に上活ツアーを体験した6人に来ていただきました。1年間アジア太平洋大学の竹内玲と申します。大学は大分なんですけれども、出身は大阪府です。体験先は北海道にあるエンタメ系のベンチャー企業です。はい、出身大学は香川大学です。で、内定先は、都内の出版系の企業になっております。まず初めになんですけど、上活ってその7泊8日の1週間のプログラムができたんですけど、どういう日程なのか聞いてもよろしいですか？前半と後半に分かれてるんですけれども、はい、前半の3日間はこっちと向こうの会社でマッチングした企業さんと軽く面談をして、間の土日で社長さんだったり、うん、就活セミナーを聞いて、うん、後半の3日間で前半にマッチした企業さんの会社訪問をするっていう流れです。自分で参加した感想をお聞きしていいですか？実際どうですか、ぶっちゃけ。そうですね、僕の正直な感想としては濃すぎた。具体的にどういうところなんですか？そうなんです。まず、僕、香川大学なんですけども、はい、香川ってどちらかといえば地元に帰る人が多いんですよ。あまり周りにはその東京に行こうって少なくて、はいはいはい、で実際僕が行ってみたら、うん、地方からそういった人が出てくるので、うん、すごく話があって、ああ、なるほど。意気投合して就活の相談も終わってからいろいろ話したり、こんなことしたいけどもっとこうしたいっていうのは少しできるので、すごく良かったです。上活に参加するまで、うん、私は結構就活も楽しくないと思ってたんですけど、はい、上活の企業さんで面白い社長さんとか人事の方にたくさん出会えて、うん、そこで私はなんか就活って面白いんだって気づいて、すごい楽しかったです。上活ってどんな雰囲気なんですか？どんな出会ったのってどんな雰囲気なんですか？私が参加したのは3年生の夏休みだったので、はい、周りの人も就活スタートしたばかりなんですけど、本当にいろんな地方のところから皆さん来てて、結構みんなベンチャー志向で持ちで高いっていう雰囲気でしたね。目標があるっていう、自分なりに。そうです。周りでいたのはもうすでにどっかのスタートアップとかでちょっとお手伝いして、こういうことがやりたい、だからこういう企業を探すためにここに来たっていう人がいたので、すでに目標定まっているので、いいな。実施のそのセミナーっていうのがあるって聞いたんですけど、どんなものなんですか？就活の概念が本当に180度変わるっていうような講座で、それまでは喋り方とか、うん、髪型ひっつり頭にして白いシャツスーツってもんだと思ってたんですけど、実施のさん曰くお辞儀の角度とかノックの回数なんかどうでもいいみたいな
ゆるく楽しく適当にやれる就活は信頼獲得ゲームだとか私にとってはすごい就活やる上でのモチベーションというか感じでしたね。なるほど。一人で参加するとき初めて不安とかってありましたか？私も基本的に西とかはしないんで不安がなかったんですけど、ずっと田舎に住んでたってこともあって、はい、東京怖って感じだったんですけど、はい、実際1週間住んでみたらずっと東京すげーってみんなでワイ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 言うぐらい働きたい場所だなとは思いました。今回の上活ってどういう企業が集まってくるんですか？本当に多種多様ですかね、はい、コンサル系の企業もあれば人材系の企業もあったり、広いんですけれども、一つ言うとしたら大きな企業を持っている、出版会社であれば、それなりに歴史はあったんですけど、はい、もう変革期を迎えるから、はい、新しい人を入れたいであったり、コンサル系も新しいことをするために人材を入れるから、どんどんやっていくぞっていう印象がありました。さっきシェアハウス見てきたんですけど、シェアハウスどうでしたか？結構綺麗。めっちゃ綺麗ですね。乾燥機もついてたんで、めちゃめちゃありがたかったですし、企業説明のない時間は授業を受けたりとか、そっちの方でも全然苦労しなかったんで、階段とかでいろいろ溜まって、あそこの企業良かったねとか、その人おっしゃってたんですけど、日常のことから会社のことからいろいろ話して、団結力はすごくありました。今からそれから参加する DM 卒の後輩におすすめポイントだったら教えてみたいです。とりあえず来てみたらいいんじゃないかな。普通就活って大概同じ大学の友達としかやらないんですよ。全国からいろんな人が来ていろんな話を聞けたり、いろんな思いを聞けるので、それだけでいろいろ変わってきますし、それこそ満島さんのセミナーを受けてからめちゃめちゃ面接楽しくなったので、全部でとりあえず変わったんですか？全然変わりましたし、変になんかかしこまらなくてもいいんだなっていうのがあって、自然体で受けたので一回来るだけ。就活始めたての時って何から始めればいいかわからないし、なんか怖いし、なんか不安みたいな、やったことないからっていう部分だったんですけど、上活に来てから仲間だったりサポートしてくれるメンターさんに出会えたので、本当に私は上活のおかげで就活楽しくなったし、うまくいったなって思ってるので、素晴らしい。参加してほしいです。素晴らしい。インタビュー終了しました。せーの、上活、生きてみてね。先輩にまたインタビューしていきたいと思うんですけど、お名前と大学と出身地域と内定された企業を教えてもらってもよろしいでしょうか？立命館大学の菅川さんだと言います。で、出身は広島で、内定先は IT ベンチャーの会社になります。なるほど。まずその上活ツアーに参加した率直な感想を教えていただいてもよろしいでしょうか？率直な感想としては、もう楽しかったなっていう。楽しかった。はい、主に楽しかったところっていうのが3つあって、はいはい、1つ目が上活で出会う仲間たちっていうところ、うん、一応僕は友達と参加してたんですけど、そうなんですね。はい、友達2人以外の友達がたくさんできたっていう感じ、はい、でそこが楽しかったっていうところと、はい、2つ目が東京っていう場所に来るっていうのが初めて、もう初めてだったんですよ、はい、なのでその東京の街を実際に見て回れるっていうところ、うん、3つ目なんですけど、最後企業さんに訪問できるっていうところ。実際僕5つくらいとの会社訪問したんですけど。どうしていけるんですか？あ、はい、へマッチングした企業と実際にじゃあ本社で説明会だったり面談だったりっていうのがあるので来てくださいって形で行きました。次に聞きたいのがどういう企業が来ることが多いんですか？その業界だったり規模感だったりとか。基本的には名前聞いたことなかった、初めて見たっていうようなベンチャー企業が多いんですけど、はい、上場してる会社もあるんだ、はい、大手だけどここ知らなかったなみたいな会社もありました。その業界とかにどういう方が多いですかね？そうですね、やっぱり時代に合わせて IT 系っていうのは全般的に多いなと思ったんですけど、はい、不動産だったり全く違ったようなところもいろいろありました。だからニーアムスの子たちが参加すると思うんですけど、そのニーアムスの子たちに何か上活ツアーのおすすめポイントがあったら教えていただきたいです。おすすめポイントとしては2つかなと思ってて、1つがやっぱり新たな人との出会いっていうところ、同じ学校とか同じ価値観の人たちって結構集まりがちだと思うんですけど、地方からなんか挑戦してくるような人たちがたくさん集まってくるので、結構人の面では面白いんじゃないかなって思うところと、実際そういう人たちを欲しいっていう企業さんも結構面白いなと思ってて、ここに来る人たちちょっと変わった人たちが多いと思うんですけど、その変わった人たちを求めてる企業さん、こんな企業あったんだっていう新しい発見もあると思うので、そこは面白いかなって思います。はい、皆さんもぜひ上活ツアー参加してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。次は参加予定企業さんにインタビューしていきたいと思うんですけれども、まずはみじょぶさんに来ていただきました。みじょぶさんお願いします。自己紹介軽くお願いします。株式会社みじょぶ、今新卒4年目になります、大妻と申します。今の新卒採用の担当させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でまず初めに会社の説明、どんな会社なのかっていうところを、はい、1分間程度でカメラに向かってお願いしてもよろしいでしょうか？株式会社リジョブなんですけれども、今社会課題をビジネスで解決するということに挑戦しているソーシャルベンチャーになります。はい、オフィスは池袋のサンシャインなので、はい、あの店の中にも桜とかあったりするようなあのところで面白いですね。しています。うちの会社のビジョン、一番大事なビジョンなんですけれども、人と人との結び目を通して社会を豊かにしていく、
といったところを大事にしています。今の時代って結構その ICT とかによって簡単につながれる時代ではないですよね、はいはいはい、うん、だからこそその簡単につながる部分だけじゃなくて、うん、その思いっていうのを通じて深く結び目を作っていくみたいなことを、うん、大事にしています、うん、はい、それがやっぱりこの社会をこれからどんどん良くしていくんじゃないかというふうに思っています、うんうん、ではどういう学生に出会いたいかっていう、どういう学生に来て教えたっていうのを聞いたらよろしいですか。ラグ&パワーがある学生っていうのを、はい、ラグ&パワー、はい、まとめていまして、はい、ラグっていうのがその誰かのためだったりとか、うん、その社会を良くしていきたいっていう思いがある人っていう、うん、前提で、パワーって言葉が、それを本当に社会に実現、具体化させていくため の、 その力のパワーというふうに言っています、はい、でそういったその誰かのためにっていうことを本気でやろうとすれば、うん、本当にその人それぞれが能力を持たないといけない、うん、だからこそうちはその幹部候補制度みたいなことで、うん、経営者視点っていうのをなんか学べたり、経営者視点を身につけるような機会を作っていて、はい、そういった形でそのパワーをつけて、うん、よりよくその社会に影響力を与えるようにっていうことを求めている学生にぜひ来てほしいなと思っています、うん、ということで、はじめにみじおさんにお話を聞きしました。ありがとうございました。ありがとうございます。先ほどのリジョブ様に引き続いて、今度はベニーマインドさんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速、またいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、まず、どういう会社なのかというところ、1分間程度で紹介してもらってもよろしいでしょうか。はい、現在ですね、ベニーマインドグループの新卒採用を担当している長野隆二と申します。よろしくお願いします。ベニーマインドグループは2016年にシンガポールで創業して、はい、今、アジアを中心に13カ国10大拠点に事業展開を進めているような状態です。主なエニメンドグループの事業内容としては、ブランドであったりだとか、うん、クリエイターさんであったりとか、パブリッシャーという3つのクライアントの支援を行っています。うん、テクノロジーを武器にですね、生産であったりだとか、うん、EC やとマーケティング、そして物流に関わる幅広いソリューションを提供しているような事業を行っています。うん、はい、どんな人が働いてるかっていうと、はい、ほとんどの方が成長環境っていうのを求めてエニバインドにジョインしてくださっているので、うん、基本的にはこう前のめりな人であったりとか、チャレンジングな方、失敗を恐れずにずっと行動し続けているような、うん、人がすごく多いかなというような印象です。じゃあ次に聞きたいのが、エニバインドさんがなんでこの部活動に参加されているのかって聞いてみましょう。ご登録されている学生さんがすごく地方の学生さんが多いっていうことをお伺いして参加を決めました、はい、地方の学生さんの特徴としてすごく負けん気が強かったりとか、はいはいはい、負けすぎないなところとか、はい、チャレンジングな印象が僕すごくありまして、はい、だからそういった学生さんがいるんじゃないかなと思って、うん、今回は聴覚さんに参加させていただいてます。ということでぜひ参加してみてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、続いてはエムソルさんに来ていただきました。エムソルさん、簡単に自己紹介お願いします。私ですね、マネジメントソリューションズで新卒採用担当しております、田拓也と申します。エムソルってなんですね、マネジメントソリューションズっていう会社の名前でございます。はい、簡単に会社の方を説明させていただきますと、マネジメントに関しての様々な解決策を持っているコンサルティングの会社、はいはいはい、そんな風にですね、覚えてもらえたらなというふうに思っています。はい、じゃあ、マネジメントに関しての様々な解決策、お困りごとって何なのかっていう話なんですけど、はい、戦略だったりとか計画はすごくいいんだけども、うん、あるいはすごくいい人たちがたくさん集まっているんだけれども、うん、なかなかいい結果が出ないとかっていうことって結構あると思うんですけど、はいはいはい、それってやっぱりね、潤沢なリソースがあってもそれを出し切れてないっていう状況かと思います。そういったものをこうマネジメントっていうアプローチで解決していこうというコンサルティングの会社が、私たちの会社になります。上達に参加される思いとかって聞きたくよろしいですか。はい、はい、私たちの会社はこの自律的なキャリアっていうことがすごく大事にしてるんですよ。上達に参加してくださる方たちって、自分が今まで住んでた土地であったりとか、自分がこう長く親しんだ場所からこう出て、はいはい、で就職活動されていこうっていうそういう方たちが多くて、うん、もう自分の人生の中でこう意思決定をしっかりとされてる方って非常に多いなって感じてます。でそうしたこう自分の中人生の中で決めたことをやり遂げていくっていうことが、すごくうちの会社にも合ってたりするので、はい、すごく上達さんからですね、入社された方で活躍されてる方っていうのもたくさんいますし、それがなんか上達さんを使ってる理由かなと思います。ぜひ皆さん参加してみてください。よろしくお願いします。次は上活のキャリアアドバイザーの方にお話を聞いていきたいと思います。お仕事中すみません、少しお話を聞きしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。その通話中にキャリアアドバイザーの方に助けてくれるんですか。もちろんです。どんな形でキャリアアドバイザーが必要なんですか。よくツアー中に企業さんとお話をこうみんなされた後に、せっかく東京来ていただいているので、はい、マッチした企業さんのオフィス行ったりとか、うん、インターン行ったりとかしてもらった後とかに感想を聞かせてもらって、はい、似てる会社紹介してほしいとか言われたら、うん、個別でこういう会社も似てるよみたいな感じでご紹介したりとかして。そのキャリアアドバイスというのはその就活の相談、悩みとかだけじゃなくてピースとかミスとかも見てくださるんですか。もちろんです。へー、すごい。その辺はやっぱり企業さんによって求める人物と違ったりとかするので、はい、しっかりその企業さんに評価されるような状態を作ったりとかもしますし、うん、PS のアプリの仕方をちょっと丁寧にその企業さんに合わせてやっていくみたいなところはしているので、うん、ぜひ当たっていただきたいと思います。内定まで面倒見てくれるみたいな感じですか。あ、そうしました。それは強いですね。はい、ということで、上活さん徹底調査していたんですけど、いかがだったでしょうか。もし、この動画を見て、
画ツアーに興味を持たれた方は、ぜひ概要欄の応募フォームから応募してみてください。ということで、本日もありがとうございました。